こんにちは。おいしいものが食べたい。よしだよ。今日はね、私のこの大好きな明宝ハム、これを使って、はい、ハンバーガーならぬハムバーガー。なんでやねん。作っていくよ。もうええわ。ほんなら、いこめやか。このチャンネルでは、おいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。はい、材料なんだけどもね、きゅうりはねこんな感じ、もう薄く斜めにスライスしてね、でレタスはもうこのまま1枚のままがいいよ。でパンはねこうやって2枚にね、同じぐらいの厚みになるといいね、2枚に、横にこうスライスしてください。スライスね。で明宝ハムなんだけど、これはねあんまり分厚く切らない方がいいので、だいたい3ミリから5ミリぐらいじゃないかな。でね、なんでかっていうと、明宝ハムってすごくね歯ごたえがもう抜群にいいんですよ。なので分厚く切ってしまうとね、パンが柔らかいですから、ちょっとバランスが取りにくくなるんですね。それで、薄いのをね4枚使います。はい、じゃあね作っていくよ。今フライパンにねちょっと火つけて、温めてます。でこれ油も何も引かないでね、そのまま、でこれちょっとね重しを乗せて、あんまり重たいとねパン潰れちゃうからね、軽く、この切った面だけをねトーストするんです。はい、じゃあその間にね奥で、目玉焼きを焼きましょうかね。目玉焼きっていうか、あの卵1個なので片面焼きだよね。これもねなるべく、この焦げつかない、フライパンならね、なるべくならねこう油使わない方がいいね。じゃあよいしょ。あ、こんな感じね。あ、いい感じ。これで OK だよ。はい、目玉焼きの方もね、なるべくこのパンの大きさに合わせてね丸く焼いた方がいいんだけどな。前ねこういうリングがあったような気がするんだけど、なんかね今日あちこち探してみたんだけどなくてね、最近あれ売ってないのかな。はい、軽くねちょっと端っこを整えましょう。まん丸にする必要はないのでね、だいたいこのパンの大きさに合わせればいいですよ。はい、裏返しましょう。よっ、黄身もねほとんど固めたいので、ターンオーバーね、両面焼く焼き方で目玉焼き作っていきますよ。はい、まだちょっと、目玉焼き時間がかかるので空いたスペースでハム焼いていこうか。はい、じゃあねこっちのパンの方にね、味をつけていくとのおかしいな、調味料を入れていくよ。はい、まずはこのケチャップね。そしてね本当はマスタードがいいんだけど、からししかないのでね、からし結構効くからちょっといってね。はい、そしてマヨネーズだね。はい、じゃあそろそろ焼けたんじゃないかな。あ、おいしそう、いい感じ。はい、じゃあまずはね、ハムを乗せていくよ。よっ、スライスチーズだね。はい、卵を乗せます。そしてきゅうりいこうかな。こっから先はね順番どうでもいいんですよ。まあ、要はね、卵とそれからハムのね余熱でチーズが溶けるように、チーズは熱々のものの真ん中に挟んであるわけですね。あとはきゅうりが先でもそのレタスが先でも大丈夫ですよ。でレタスはこのままじゃ完全にはみ出るので、こうやってねちょっと折りたたんで使いましょう。
これぐらいでいいかな。はい、ちょっと潰しますよ。さあ、じゃあ盛り付けていきましょう。盛り付けるっていうか、皿を移すだけですけどね。はい、明宝ハムバーガー完成です。はい、じゃあね、早速食べてみようと思うんですが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。美味しそう。いただきます。うん、めっちゃんこみや、おいしいもの食べてるときってほんとに幸せですよね。もう秒殺でしたね。おいしかったこれ。いや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 、うん、ちょっとね、難点を言えばね、やっぱり牛乳ロールっていうのを使ったんでちょっと甘かったですね。普通のねハンバーガーのバンズ使えばいいんですけども、若干ね、私ハンバーガーのバンズっていうのは切れが良すぎちゃってあんまり好きじゃないのかな。普通のロールパンの方がね、なんかもちっとした感じがあるから、好きなんだけど、やっぱりね、ハンバーガー類にするにはやっぱりちゃんとやっぱ考えられてますよね。バンズっていうのはちゃんとそのサクッとしたその、キレのいい食感っていうのかな。なので中のハンバーグだとか、今日はねハムでしたけども ね、そういったものとのバランスがよく取れてるんじゃないかなと思いましたね。今日のはちょっとパンがね柔らかすぎたのかもしれない。でもね、これめちゃくちゃ美味しい。もうとにかく簡単じゃないですか。明宝ハムさえあればいい案件じゃないですよこれね。ただ単に私が好きなハムっていうだけの話ですけどもね。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。噛むかな、大事なところで。はい、また次の動画でねお会いできれば嬉しいですよ。またね。